今日はモーニング娘。ワンシックスコンサートツアー秋、まゆりちゃんの映像を見ながらテレビ解説していきたいなと思います。あ、これはハシャマっぽく見えるんですけど、ちゃんとワンピースなんです。はい、私の私服は着るぞ。で、このツアーといえば、はい、何の曲ですか？そう、強気で行こうぜです。はい、このツアーでね、やったのがめちゃくちゃ楽しかった曲があるので、ちょっとその盛り上がりを一緒に解説しながら楽しんでいきましょう。せーの、ここのイントロはですね、自由にうねうねします。この音に合わせてちょっと不思議な感じで宇宙をさまよってるみたいな感じ で、そろそろポーズをするんですけど、はい、ポーズ2個目3個目、しゃがんでジャンプ。これは胸をこう伸ばそうですからね。これは結構リズムが走っちゃって、言葉がキュキュキュってリズムに対してキュキュってなっちゃうのが危なくって、だからこう走らないように走らないように歌をねっていう感じで演奏して、自分たちがこうなってるんで、いや、この面積ないですよね、思う。うん、みんなない、私がとかじゃなくて。いやね、このメンバーによってこのどこにがなりを入れるのかとか個性出るのが面白いです。強気でいいと思う。ハイスタイルとか、いえ結構ほんと個性が出てて楽しいです。感想します。ギターはこうですか、こうですか、こう、こうか。これ多分ベースですよね。これギターですよね。あのピックを持ってやるやつ。ちゃんとね、そういう弦の細かさとかも持っていかないといけないんです。あ、小田、小田って感じですか。いいですね、小田の強いですね、さすが。誰？トゥーとハガチ？ツーショット、いいツーショットができました。はい、トリプレイいきました。今映像を見せながらできたら本当は良かったんですけど、ちょっとね、難しかった。いいですね。いや、この曲は本当楽しかったよ。結構メンバーの新しい一面とかも見てもらえたんじゃないですか。あとこの最後のサンキューですよ。あれちょっと言ってみたかったですね。小田がまあ持っていくんですけど。サンキュー。